よし、じゃあやっていきましょう。かげろう縛り。今回は、新鋭ステージで、あの、かぐらすずさんあの、かぐらすずさんの部屋っていうか、エリアを全部回って、全部のかぐらすずさんを出す縛りをしていきたいと思います。これはあのコメントをいただいたんですけど、まず全部のかぐらすずさん6体確か6体いると思うんで、まあそれの本当に6体いるのか、全部6体のエリアがあるのかっていう検証も含めての縛りになります。なのでちょっとまあかぐらすずさんといえばね、かぐらすずなんでこれをオンにしてやっていきたいと思います。では行きましょう。 GO。 あ、こういうねアイテムは全部取ってきます。今回アイテム縛りじゃないんで、ね、ただもう少しね詳しく縛りを言うとですね、かぐらすずさんがいるかを調べるだけじゃなくて、もちろん全部のかぐらすずさんを出すんですけど、そこにあるね長玉、ああやべえああやべえやべえそこにある長玉は取れないです。取っちゃいけない縛りにもなります。あっ、どこどこどこやばい。でかぐらすずさんのところの曲がたま取らないで、かぐらすずさんを出したら別なエリアのかぐらすずさんじゃない曲がたまを1個取れるっていう縛り。あ、ちょうどここだねでもあそこに見えている曲がたまは取っちゃダメで、かぐらすずさんを出したら別な部屋の曲がたまいいよっていう、かぐらすずさん以外ね。なんでまずちょっと鍵を探さないとね。まずすぐそこね。ただ場所わかんないな。なんでかぐらすず、混沌のかぐらすずにしちゃったんだ。お、いいね。爆竹。ちょっと、早く行こう。縛りプレイだからってね。安全に、お、いいね。これで死ななくなったけども、みたいな。あー、もうめっきり寒くなりましたね。おお、ここにもある。皆さんいかがお過ごしですか口が回ってないそのぐらい寒いです。あー、どうすかな、爆竹。いや、ここはもうじゃんじゃん、鍵とか別にそういう縛りじゃないんでね。おお、まっすぐまっすぐこうやって来てるのかな、今こうやってで、この中には来ないです。ああ、そっち回ってんの、今ぐるっと回ってるわ。こう行ってさっき俺が通ったルートを今まさに通ってまた戻っていくなんか面白いな、ただのはしゃいでる人みたいな感じに見えてきたわーっつってさわーって走ってバーンって壊してはしゃぐ人みたいな。どうすっかな、まあいいや。はい、まず1体目来い来い。あー、来たー、やべやばい、危なかった今うわ、危なかった。今ちょっと調子こきましたね。
今何をしたかっていうと、まあ、ちょっと後で説明するんですけど、あ、そっか、神楽鈴さん出した後死ねないんだ。あれ、これは忍び寄る徘徊者の違ったか。今本当に調子こきました。自ら危険を犯しました。バカだった。今こう来た時に逃げながら締めようとしたんです。こうやって、そうするとここでなんかドーン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 って言ってる間に安全に逃げれるんですけど、その前に目の前で締まって焦りました。ちょっと面白かった自分で。あー、であっち行ったんだよね。じゃあこっち行こう。コンパスがないからまだどっちに進んだらいいか分かんないね。あー、しかも忍びる徘徊者こういう感じ。でとりあえずまず1体逃がしたんで、別なところのマガタマは取れるようになりましたね。あ、やばい、ここも走っ、え、なんで、やばい、挟まれちゃった。あっちからも来るし、ほらほら見える、なんかドアかなんかいいし、あの間挟んでるね。怖っ。あの明かりをつけてなければ、あドアがね、3マスは大丈夫なんでね。あー、見たいけど死にたくねえからな。え、なんで、あれ、え、なんでそこ、あれ、そこ見えるっけ今。忍び寄る徘徊者チラッと見えたよね。え、なんで見えんだ、どうして。あそこ壁のはずなのに、あそこ壁なのに、ここ壁なのに忍び寄る、あ、突き抜けてたのか。壁をただ単にあの図体がでかいから、え、どうしようかな、あっち行こうかな、ちょっと歩いて行ってみようか。どっちだろう、どっちに進んでんのかな。あー、ここか、ここにもマガタマ、あ、ぶっ壊れてる。ここにマガタマあるから、あ、お、いいね、水晶。じゃあここのマガタマを取ろうかと思ったけど鍵ないわ、鍵がない。あ、爆竹いいね。だ、今回は神楽鈴さん縛りだから、どん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 行かないとね。ちょっと走っていっぱいアイテムを見つけないと長時間かかっちゃう。鍵ないな、鍵ちょうだい。お、コンパス、あっちか。あ、じゃあこっちはまさに、あ、いや違うな、左側ルートだね、西ルート。あー、そっか、鍵がないからダメだ、そもそも取れない。鍵ないの、行ってみよう。 うわ、いる、こっち来る。あ、来てるね。おお。来るんだって。たらあそこの鍵の
ところの扉、まがたまのところ壊してほしいけど、おお、ありがとう。どうだよ。ちょっと動きが遅いからね。めっちゃ時間かかっちゃうから。泣き女さんとかほんと大っ嫌い。複雑なんすよ、ここ。ここ通れないし。ほら。どっち？あっちね。で、ここの爆竹じゃなくて勾玉を取っていいから、やばい、来ちゃった来ちゃった、うわすぐそこだった。もう3体いるね。あ、でもカグラスズさんどっか行っちゃったね。カグラスズさんはなんかね、確か死ぬと消えるっぽいんですよね。何回かやったんですけど、まあ別な検証とかで、なんで俺今行こうとしたんだろう無謀なことしちゃった。別な検証とかでカグラスさんとか出して、でその後死ぬとどこにもいないんですよね。なのでカグラスさんは出したら消えるっていう、あ、出して死んだら消えます、多分というか結構。ただこのね、混沌のカグラスで出した忍び寄る徘徊者は消えないただ前に10体追加したことあるんですけど、あ、ですけど別に10体いるのかは分かんないですよ。10体数えらんないんで。あ、でも数えられるか、あの方法でまあちょっとね、ちょっとしたある方法で数えられるんです。いや、でも数えられるっていうよりは、偶然一箇所に集められる、集められる、あ、いる、ビビった、うわ怖っ、あっちね。でこれで1個目、まだ1個目か、やべえ、カグラスーさんどんどん見つけないと。そうだと忘れた、本来の目的マガタマじゃない、カグラスーさんだ。めっちゃ時間かかるぞ。めっちゃ寒い。こっちにだけ来ないように。うん、来ちゃった。水晶使いたいけど。今のうちにちょっとアイテム。いいね、回収しとこうか。アイテムもないと。あれ、こっちから来たんだっけ？
や違うな。あーそこだ、来た2体目のカグラスーさん。あこっちからも来ちゃった。鍵あるからちょうどいいね。まあ爆竹があればここで、ただどこだったっけ、あれどこだ、あれどこ、あれどこだっけあの近くにロッカーがあるんですけど場所がわからない。あここだ。ここまで、ここが安全装置もう口が回ってませんね。鍵使いたくないな。いやどんどん使っていこう。こういうのはアイテム縛りじゃないからね。でちょっとこういう感じで、おお怖い。で後ろ向きでいきます。ちょっとこうやって見ながら行こうか。怖っ怖いよ。うーわ目赤っ。まだ油断できないよ。走った足音で忍び寄る徘徊者が来てる場合があるから。で音が鳴りやんで OK。 とりあえず OK だね。あここはいいか。あすぐ反応するって。結構ね、あなんか一瞬赤いような気がしたんだけど、あそっか取れないんだここ取れないので、どっち行くんだっけ。あっちか、あっち。あじゃあこっちでよかったのか。でこれで、まあ、2個目のマガタマ取れるんですけど、確かカグラスーさんは6体6つのエリアにいるので6つ解放するまでゴールはできないです。ただマガタマはね、まあもちろん5つ解放したら取れるんですけど、そもそもゴール自体はカグラスーさん全員解放出さないとゴールしちゃダメよっていう縛りなんで、っていうか検証なんでね、検証縛りですこれやめてください。来てるね。ここはワープ部屋なんで足音とか爆竹とか鳴らさなければとりあえずまあ大丈夫。 OK で一番自分が今ネックだと思う。おおおお、さっきの逃げたやつだね、解放したやつだ。あカグラスーさんの場合挙動あんま分かんないんですよ。こういうドアとか容赦なく開けてきそう。で今何を言おうとしたんだっけ。あで確か、うーん怖え、やっぱカグラスーさんカゲロウステージみたいになってるダメだってカゲロウステージだこれでですよ、スタート位置の、
まあ、東スタート位置からすぐ東がワープゾーンだったんですね。ということは一旦ゴールまで行ってからゴール付近まで行かないと、要はあ、こっか、そのスタート位置の東まで行けないんですよ。あ、こっちげえわ。どこだっけ。ここじゃない。え、どこだっけ。あ、こっちだ。ここロッカースタート位置のその右がワープっていう、ワープっていうことは、そのワープ部屋はスタート位置からしかもうつながってないから、その周りのエリアがぐるっと多分回っていかないといけないんですよね。でそこにカグラスーさんの部屋があったらめっちゃ遠いってことになっちゃう。だから西から行って、西から北に、北のゴールに進んで、でまた東に、東のスタート位置まで戻っていくっていう、多分ね、もしかしたらすぐ意外とショートカットとかできるのかもしんないですけど、あ、でここがマガタマ部屋だから、ここ取ろう。2体目出しましたもんね。なのでここはおゲイト、いいね。あとどこだ、場所が分かんない。あっちね。怖い。あれ、別なの来ちゃってんじゃん。あー、めっちゃ今回も時間かかるかもしれないですね。1時間コースカグラスーさん6つの部屋を、あべ、あべあべ、6つの部屋を解放するっていうことは、カグラスーさん6体普通に増えるってことじゃん。徘徊者が6体増えるってことですよ。いやー、マジか、騙された。いや、騙してないんでしょうけど騙されたっていうか、カグラスーさん6体増える仕割りじゃないですかこれ。お、ここはいいね、順調に進んでるね。ここあれだ、で多分今北に進んでるから、ちょうどここがなんか分岐点なのかな。あ、でもあっちか。いや、どんどん行こう。これな、あんまヘッドライト問いたくないんだけど。うわー、カゲロウステージ、一応検証なんで、まあ、死んでも、全部のカグラスーさんがいるかは挑戦しようかなと思います。縛りプレイを、え、開けてきた今。
開けたよ。え、俺中でな音鳴らしたの？マジか。そっから聞いてたの？え、嘘だ。いや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 、いやだって、いや俺外で走ったと思ったんだけど。え、違うかな。え、マジで。まあ、縛りプレイは失敗だとしても、うわうわ、あ、なんかハーメルの笛吹き男みたいだ。わかります？カグラスさんが誘導してる。忍び寄る徘徊者を誘導してる。まあ俺が誘導してるようなもん。あ、また癖で。ちなみにこっちまで来るんですよ。この字の場所なんですけど、来てる。え、めっちゃなんか長い。ここで見つかってもここまでは来ない、来れないみたいです。なぜかっていうと、めっちゃぐるーっとこういう風に回ってここに来なきゃいけないから。その前に、よし、あー、ちょっとこっちにも行ってみたいな。いろんな部屋覗かないと。カグラスさんの部屋はどこにあるか分かんないんだよね。一旦ちょっと、あ、いや、こっちから来たんだよね。あ、そうだった。ちょっとどん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 走っていこう。26分。タイムアタックではないけども、あ、なんだ、明かりがあるイコールカグラスーさんが近いはず。あ、そうだね、ここだ。あ、そうそうだ、あ、そうだね。ここワープゾーン。ここワープゾーンなんで、とりあえず足音を中で立ててなければ大丈夫なはず。もうこうやって寄り道した方がいいな。あ、ここで爆竹使えばよかった。バカだった。行ったっしょ。オッケー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 。まあ鍵探せばいいんですけど、ちょっと探す時間も惜しいんでね。やっぱ走り回る徘徊者は便利ですね。早いし。泣き女さん、忍び寄る徘徊者。あ、うわ、忍び寄る徘徊者いるじゃん。やばいやばい、来てるかな。深淵ステージのこの壁に鉱石置くとめっちゃ光るんですよ。すごく見やすくなる。部屋のなんか配置がわかる。これも検証のおかげっていうか、いちいちあのカグラスーさんフリフリしてると時間かかっちゃうんで、なんかいい方法ないかなと思ったけど、来てるね。早くカグラスーさん出したいのに。とりあえず3体目はいけそうですね。あと残り、あ、ちょっとこっちじゃない。
チル。なーに？めっちゃいるんだけど。お、鍵あるじゃないですか。お、いいね、鍵あるじゃないですか。お、鍵ないじゃないですか。あっちはなんだろう。な、ほんとさ、赤じゃないの。何回走り回ってんだよ。出して2体目出してここ3体目でしょ。で俺が知ってるところはあと1体目2体目3体目、あれ7体いる。いや数え間違いか考え違いか。何なの本当に。じゃなかった、危ねえ。ああ怖い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 。うっ、うっ、なんか、あ、なんか、なんか。はあ、やっぱ怖いわ。このさ、カズラ鈴の鈴の音が怖いよね。ゴール目指そうかな。いや、一旦目指そう。目指してスタート位置の東ワープゾーン付近まで。忍び寄るいる。これですよ。しかも走っちゃったからどこで反応しちゃうのかな。見たいけど。ちょっとでも今出たら死ぬ可能性あります。なぜかっていうとこの部屋の扉閉めてないんで、ロッカーから出た途端いたりしてっていう、ね、足音がしないから忍びってんです。一旦まずゴール目指しましょうか。なんかあ、しかも忍び寄る徘徊者どっち行ったか分かんないじゃん。しかもここ取れないじゃん。ここどっち行ったか分かんないから走って歩けられない、歩けないんですよ、走れないんですよ。もう口が回らないんですよ、寒くて。あ、お、なんか久しぶりのあのエリア。とりあえずあそこは近くにロッカーあるから走っちゃおう。で、いいところにヘッドライトもあった。多いね。まあ鍵はもういいかな。ここでもなんかね、検証したいんだけど、ここに爆竹やっても全然まるっきり壁。で、こっちでしょ。多分ゴールには住んでると思う。鍵以外のアイテム欲しいな。お、あっちか。で、ここは見覚えあるから、
ああですよ。来てるね。まあ3体出したからね、一旦こっちに避難しよう。一旦他のエリアも確認しつつ行かないと、どっか取りこぼしみたいなさ、確認あっちも明るいね。でさっきのところかな、さっきのところじゃない。あ、来た。ここは鍵がなくても勾玉が取れるところですね。ここも神楽数さんで、ここで4体目、ここで4でしょ。であとあそことあそこがあるから、あ、いいのかな。で全部で6体目かな。あそこ意外と気づけないところかもしんないな。意外とね、見つかりにくい神楽鈴さんのところもあるんですよ。あの一本の通路になってるところだけしかない。あ、来てる。もう行く。どうせ来てるんだったら行く。うわ、はい、ご苦労様でした。これで4体目でしょ。ただ勾玉、うわ来てる、別なのも来てるよ。ほら神楽鈴さんフィーバー。よし、あれ3体いない。いやそんなわけないか。あの見つかりにくいところあとはないよね。3個、4個、うん。7個はないはず。何もないね。一旦ちょっと、ここの、どうせ勾玉は取れないから、アイテムだけでも。ヘッドライト欲しいな。神楽鈴フリフリしてると、ワープしちゃうとやばいんですよね。それだけ。一応あれなんですけど、あー分かんないわ。まあいらないんですか。いらないんですけど、もういっか。取る時間がもったいない。あー、あっちにもこっちにも神楽鈴さんが来たね。あ、ここ勾玉の部屋だからとりあえず取っとこうか。でここで足音は絶対ダメです。本当に走ってる足音立てたらもう急いでこのエリアから出ないと、もう一本の通路だけなんでね、挟み石になっちゃう。 OK、 あともう一個取れるから。ただあれ見つかんないよな多分。もう一つはあの結構検証とかで行ったエリアにいる神楽鈴さんなんですけど、もう一つはね、本当にもう狭い通路ですぐ近くにロッカーがある場所に神楽鈴さんがいるんですよ。
それが意外と見つからない。なんかそこだけ、それだけのなんかエリアっぽい。あ、来てるね。あ、かぐやすーさんでしたか。まあ音がするだけまだありがたいね。40分あと2体。いや、ほんと近くにカグラスーさんのエリアがあったんだったらすぐゴールできるけど、戻んないといけないのかなとか。騙されないぞ。忍び寄るがいるかもしんないからね。で、こっちなんだよな。多分ゴールは近いはず。ただゴールができない。あ、泣き女さんとこだった。こっちだね。あったね。うわ、泣き女さんのところってやだ。ということは、この泣き女さん、今、ちょうどね、北にいるんですけど。あ、ごめん。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。どこにもいません。ここで、シャンシャン来たらやべえな。今来た、ちょうどね、もう、ちょうど北にいるんで、今度スタート位置の、ちょうど東あたりを目指して、南に、あ、行こうと思いますけども、あ、あそこか。とりあえず、ここのエリアなんで、とりあえずマガタマだけ取っておきましょうか。あ、いいね、ヘッドライト。で、ヘッドライトは今取らないで、後で取る。あ、こっちにもあるか。そこまで節約しなくて、良さげでしたね。急ごう。めっちゃ急ごう。一応鍵だけもう一個ぐらい確定であるな。絶対なのか、たまたま9割ぐらいなのかわからないですけど。どこだ？あー、そこか。ただかぐらすずさんとは関係ないけども、うん、こういう感じでどんどん行こう。うん、どん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 下ってってる。もしかしたら水晶とコンパスが置いてあったこの字のエリアに、あの細いかぐらすーさんがいるところがあったかもね。あ、よかった、こっち来てなかったね。ここ緊急回避。大丈夫だね。あ、もう43分。どこだここ。ああ、そこか。
ここはアイテムとかいろいろあるかもしれないみたいなタンスの位置なんで、走るなよ。うわ来てる。あーまあちょっと鉱石使ってないんで全然真っ暗で何も見えないと思うんですけど、来てるね。あっちだからよし。来てる？ちょうど今向こうにいるね。来てる。遠ざかってるだけか。あーでも俺が行きたい方向に。ああ、そっち行きたいんだけど。え？あ、いる。あ、来た。このエリア来たぞ。来た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 。ここがよく検証で使う神楽スーさんエリアだ。で運がいい時にここに水晶がある。ロッキーロッキーロッキー。え、こっち来る？え、こっち来んの？あ、来ないよね。オッケーオッケーオッケー。これで5体目。あ、やべ。取っちゃった。どうせ水晶あるから。いや、ここは、あんまり水晶は推奨しない。何を言ってるの？何でもないです。ただ最後どこだ。ビビった。来るぞ。あ、そっちか。そっち行ったのか。怖いよ。うわうわ、ドンドンドン。うわ、何この音。これでとりあえずマガタマ5個は手に入れたけど、最後のカグラスーさんどこだ。やばいぞ、わかんねえかも。くまなく探さないと最悪詰む。そう、一旦アイテムはね特に探してないかな。いや探してるわ。鍵は欲しいかも。これも欲しいし。おっ、ここは見覚えのあるとこですね。一旦ここを開けといての 40… あ、やばい、もう時間ね。
これで OK。 ただ最後のカグラスズさんが、うわー、カグラスズさんの部屋、うわ、あ、あー、遠くから来るの怖え。シャンシャンっていうの怖い。どこだ、もしかして見過ごしてたらやばいな、時間かかっちゃうかも。それでも検証なんでね、死んでも見つけたいと思います。ただその死んだらカットするかもしれないですけど、あれ、あ、いるか、スーさんの方が足早いのかな。あぶね、水晶使うとこだった。あ、ビビった。あ、そっか、ここは一旦どっち行ったらいいかな。あっちもや、一旦こっち行こうか。急ごう、もう50分過ぎちゃった。あー、こっちに行ってもない。あそこには必ず、やばい、やばい、やばい、時間がない。あ、やばい、もう時間がないぞ。もうちょっとワープしちゃう？あ、そっか、行っても意味ないか。鏡を取ろうと思ったけど、持ってる、もう持ってるんだけど、ここ、あー、拾えなかった。どこだ、ここ、あそこか。見覚えのあるところに来たね。で、こっち行ってなかったもんね、確か。結局戻ったんだもんね。やっぱ開けてないし。あ、それがこっちに繋がるのか。なるほどね。シャンシャン来そう。自分がシャンシャンになる。こっち行ったっけ？こっちどっちに行くんだ？あ、タンスは開けた形跡ないから来てないんだな。鏡欲しいな。
せめてクリアできなくても最後の一つのカグラスーさん、あれスタート位置に戻ってきてしまいましたね。あれ、じゃあ俺どうやって行ったんだ。あ、ワープしたんだ。カグラスーでワープしちゃったんだ。ここの要はこっち側、もうどこにも通じないんで、ここが行き止まりなんですよ。なのでこの周りのエリアまで行かないと。おお、開いてる開いてる開いてるってどこ。あ、あ、はい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 、とあっち、だからどっち行ったんだっけ。うわー、あと一個どこだ。あれ、カグラスーさんじゃないなこれ。時間がやべえ、検証怖い。どっち行ったんだっけ、こっちから来たけどあっち行ったんだっけ、こっち行ったんだっけ、それすら忘れてる。一旦こっち行こうかな。あーやべ、使っちゃった。あー、もう時間がない。1時間コースだこれ。見えないな。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ああ、やべえ。あ、いる。あれ、カグラスーさんか。とりあえず。ちょっとこっち行ってみようか。行ったっけこっち。行ったっぽいな。これどこだ。あー、もう、あ、あそこか。行ったっぽいね。行ったね。じゃあこっちから来たね。こういう狭いところに。うわー、めっちゃもういる、5体いるからね。あ、ここダメだ。走れない。あ、見覚えのあるところに来ちゃった。
はい。というわけでね、今回はクリアできませんでしたね。まあその時間がねもう差し迫ってたんで、結構無謀な感じでやってたんですけど、とりあえずあと最後のね、あ、ここに鍵あったんだ。最後の神楽鈴さんのところの場所を見つけて終わりにしたいと思います。あったー、ここは分かんねえわ。あー、やっぱ東の方向か。これで最後ですね。ここあんま、あ、間違った。なんで爆竹鳴らしちゃったんだ。ここあんま動画で見せたことないと思うんですけど、ここに神楽鈴さんがいます。で、細い通路にいるっていう。第5位。うわー、怖い。うわ、うわ、来てる。結局あれから20分以上かかっちゃった。やっぱね、やっぱり一回死ぬと神楽鈴さんは消えちゃうっぽいっすね。神楽鈴持った状態でここ来たの初めてかもしんない。え、これ持ってていいの？あ、マジか。いいのかな、神楽鈴持ってて。変なの、神楽鈴持った状態で脱出するっていう。何エンドこれ。お、あれ、こんなんだったっけ、こんな森だったっけ。はい。あの鈴の音はもう聞こえることはなかったって持ってるじゃん。それでは。